帰り。うん、ただいま。でも遅いね。夕飯は？あの仕事中お腹空いたからコンビニで済ましちゃった。なんか機嫌悪い。うん、また例のバカ上司がさ、自分勝手なこと言い出して、おかげで3日間かけてた仕事が全部やり直し。そういえばさ、毛利って何言ってんの？私のお母さんの旧姓じゃん。おばあちゃん亡くなってから誰もいなくなっちゃったみたいだけどね。ああ、そうだっけ。じゃあお母さん兄弟とかいなかった？本当はいたらしいんだけどね、お兄さんが。確かお母さんが結婚したのと同じくらいに自動車事故で亡くなったって。ああ、そうなんだ。で、奥さんと娘さんがいたらしいんだけど再婚したって。で、お母さんもその後の消息は知らないって。そうだ。あのさ、毛利シンって人知ってる？うん、知らない。役者？あ、いや別に、うん、あ、いや違う、あのさ、なんかよくわかんない手紙が来たんだよね。どんな？それが見る前に誰かが中身抜き取ってて、わかんない。え、なにそれ、怖い。でしょ、よくわかんない。あ、ちょっと待って、それで私の関係者じゃないかって疑われてるわけ？いや、それはさ、あ、そういえばさ、さっき言ってた手紙の話、毛利信じゃなくて毛利森とも読めるよね。おお、そうだね、うん、本当だ。毛利って、あの、毛の方か。信は？信は森っていう字。毛利信、うん、でもダメですね、森で信じても。日本人じゃないみたいですよ。でも中国人みたいです。村田さん、中国人マフィアに狙われてるじゃないですか。なんか分かった？いやー、小中高の卒業アルバムさ、全部見たけど、毛利なんていないよな。うん。あ、でも一つ気になったことがあってさ、で、調べてみた。森田理恵っていたじゃん。森田理恵。お前覚えてないのかよ。なんか中学の時にさ、村田が率先していじめてた、ほら、あの、デブだよ、デブ。いやいや、お前めっちゃバカにしてたじゃん。なんかさ、森田がよく飯食うことから、毛利森って。毛利森？ああ、まあ噂なんだけどさ、なんか東京に出て、
で、整形して名前変えたらしいよ。まあ、またなんか分かったら電話するよ。なんかさ、俺ワクワクしてきちゃってさ。いやー、俺が死んだらさ、森田に消されたって思ってくれよな。おーい。何言ってんだよ。じゃあ。こんばんは。今度6階に越してきたサナタです。あ、そうですか。どうも。引っ越しの挨拶に行った時には奥様しかおられなかったので。あ、そうなんですね。すいません。俳優さんをなさってるようで。いや、でも俳優って言っても全然触れてないんで。まあ、派遣社員。さすが俳優さんはモテるんでしょうね。いやいやいや、全然モテないですよ。まあ、普通と変わらないっていう。実は彼女、本名は違うんですよ。え？彼女？ほら、あなたの愛人。DVD、私の家の郵便受けに間違って入っていたんですよ。真好看。我不配你的裙子说这件事情，你担心。じゃモリ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 1回、2回、3回、4回、5回。1、2、3、4、5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 。1、2、
どうして？どうしても伝えなければならないことがあって。名前？私結婚するの。でも今村田くんが私を連れ去ってくれるなら。何言ってんの？そんなことよりさ、君本当の名前は森田って。何言ってんの？私は毛利よ。